こんばんは、リンパケアサークルゆるふわの和志美です。今日も、断捨離についてのことをご紹介していきたいと思います。昨日の方もちょっと発表させていただいたんですけれども、10月の3日ですね、に佐藤式リンパケアと、断捨離のコラボイベントを、Zoom の方で、開催をいたします。ぜひ興味のある方はご覧いただいたら嬉しいなと思います。で、その断捨離とのコラボ企画イベントをに向けて、期間があるので、僕の体験談っていう形にはなるんですけれども、その佐藤先生と山下先生のその対談コラボイベントを通してちょっと学びがあったことをご紹介していきたいなと思いますので、その僕みたいなその断捨離初心者の方ですかね、が断捨離ってこういうものなんだなって、ちょっとそのコラボイベントに参加する前の予備知識としてまたちょっと入れていくと、また当日の学びが深くなるのではないかなと思いますので、ぜひご覧ください。はい、昨日はその断捨離と片付けのその違いについてご紹介したんですけども、その話の続きで、そもそもなぜ片付かないのかということを、山下先生がおっしゃってたんですね。で、単純にそれっていうのは、要はギャップが起こってるんだよ。で、何のギャップが起こってるかというと、その片付けは物を片付けるっていう視点だし、断捨離はその空間を整える、クリエイトするという考え方の、要はその自分のその空間がありますよね。部屋だったら部屋の空間に対して物が多すぎるから片付かないですね。空間に対して物が多すぎるっていうことで、あともう2つあります、考え方として。断捨離はで空間以外にもう2つ、もう1つは、時間です。ご自分の時間に対して物が多すぎる。これも要は片付けるっていうか、物を何かする時間がないので結構あると思います。例えば本をむちゃくちゃ買いまくって、本を読む時間もないのに本ばっかりやると、本で溢れて片付かないので、それもそうなると思います。で、あともう一つは人間に対して物が多すぎる、もっと言えばその人間のエネルギーに対して物が多すぎるっていうことですね。その人が例えば片付ける労力もそうですし、そもそも持っているその、エネルギーです。もう一人本当に人のとしてのエネルギーっていうものがやっぱりいっぱいあれば、物に対するその何ですかね、アプローチする時間も持てれば、片付けるっていう一つの側面で見ても、片付ける時間っていうとか、時間以外もその自分が片付けるエネルギーを出せるので、エネルギーがない人って結局一個のものに対するエネルギーをちょっとずつ使ったとしても足らなくなるので、そうするとエネルギーを注ぐないもので溢れてしまって片付かないっていう風に、そのものですね、ものと自分のその持ってる空間に対してものが多すぎる、時間に対してものが多すぎる、で人間のエネルギーに対してものが多すぎるという視点で、そのコラボの時にカタカムナですかね、マノスベということで言ってたので、その結局空間っていう間がありますよね。時間も間だし人間も間なので、その間っていうもの、間のすべっていう方をされてはいたんですけど、その間っていうものをいかにどうするかっていうすべですね、術がうまくできてないから片付かないんだよっていうお話をされていましたね。またこれでちょっと断捨離の考えてる側面、どうしても僕らもそうなんですけど、空間っていうことだけに焦点行きがちなんですけど、そこだけではなくて時間っていうものも捉えてるし、人間っていう側面も捉えてる、エネルギーっていうものも捉えてるんだよっていうのがまた学びになりましたので、こういう形でシェアをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。こちらの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録のよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。